そんな時に恋愛としても無理ですって言われて、振られた後に仕事しなきゃいけないっていうね、彼女とね、元カノと、あの時行かなければもしかしたら続いていた可能性はあるっていう。どうもお願いします。はい、ニャンコスターのスーパーサンスケで、あの同居人の元たぬきご飯シシクラでございます。ちょっとアンゴラ村長がね、なんか別でちょっと使ってるんですけど、僕はちょっとシシクラさんとね、いいんですか、お世話になってるシシクラさんと、ありがとうございます。シシクラさんってね、誰も興味ないと思うんですけど、結構お酒詳しいんですよ。詳しいです。はい、ちょっと日本酒のこれいいですよっていうのを教えてもらったりして、はい、それをちょっと一緒に飲みたいなと思っております。去年の起きてるの、よっしゃ、来た、ありがとうございます。はい、すいません。はい、これ買いました。これ買いましたね。買いました。じゃあ家に来てもらいますよ。家行きましょう。どっち、家来てもらいます。あなたもね、来るんですよ。また男の人来ましたね。また男か。また男の人ですってよ。暖房がないってね。暖房がない。暖房がないってね。ちょっと俺たちはもう手弱って決まってるんで、はい、自分の、はい、人の継ぐなんか汚いって思った。おっさんの継ぐ酒なんか一番まずいからね。じゃあ人生さよなら。さよなら。人生さよなら。これで今日もさよなら。来世に行きたい。やっぱただ酒が一番うまい。うまい。ただ酒ほんまさるもんないわ。うまい。ありがとうございます。まあいろいろあったんですよ。飲みって二人で飲むことなかなかない。もう付き合ってましたしね、もう別れた後ですし、はいはいはい、はい、男女コンビなんか二人で飲み行くことなんか絶対ないじゃないですか。ないっすね、コンビっていうのは、うん、ね。そこでぶっちゃけ話とかわかんないけどさ、そういうどうですかみたいな、今後って絶対嫌ですね。アンゴラ村長コンビなのに。よく二人で飲まれます。ここですか、はい、もうそう飲みます。はい、まあもう家族なんで、ね、はい、いや本当に、はい、何も気使わないというか、はい、まあ、一応でも年上なんで。芸歴で言うとどっちなんですか。これが同じぐらいか、うん、ちょっと上かっていうので、お互い敬語っていう、はあ、敬語を取っちゃうと全おごりしなきゃいけないっていうのがあるんですよ。それはある。本当にある。その本当にある。結局ね、芸能界ね、うん、もう笑い、お笑い界って、うん、そのね、タメ口になっちゃうとそう、だってそいつにはなんか全おごしなきゃいけないっていう、ね、だって芸歴も年も上って言ってさ、割り勘はもうできなくなるわけじゃないですか。できなくなってくるんですよ、はい、だからもうやっぱりこれは最後の綱、はい、アンゴラ村長とね、うん、2人で同棲してた家があったんですよ、1個前に。その家からもう徒歩30秒ぐらいのところに偶然住んでたっていう。まあ、シクラさんの家にちょっと行くことが頻繁にあって、はいはい、僕がまあ結構その時からちょっとアンゴラ村長ともちょっとうまくいかなくなり始めたから、ちょっとシクラさんの家でお酒を飲みに行くっていうので、もうなんか別室みたいな、ね、はい、感じに。だから一回言われたことあるんですよね、そのまたシクラの家行くのあの時は末期でしたね。あの時行かなければもしかしたら続いていた可能性はあるっていう人の、まあまあだからですね、今私。どうなんだろう、なんか同棲してて、楽しかった思い出があんまりないというか、夜飲みに行って朝の4時くらい帰ってきて、でそれで夕方まで寝てるっていう生活が本当に主だったので、無理だ、ジジイ二人で住んで、ジジイ二人で住んでいいことないですよ。
やっぱヤンコスターで前代未聞というかね、その仕事も恋愛も一緒なんで、もう24時間365日一緒なんですよね。うん、ここでどんな夫婦も家族も仕事の時は一人になるんですよ、うん、ね、うん、それプラス一緒なんで、そりゃ仲悪なるてっていうね。まあ確かに、うん、夫婦経営の町中華の夫婦ってもう仲悪いですよ、ね、なんかたまに行くと出てんだろ、だって、ね、ねえ、仕事終わってもいるわけでしょそれはもうよっぽどで、よっぽど、やっぱりもうじゃあ行きましょう。お願いします。ポン、音がいいですよね、はい、じゃあ音、わあそれたかしら今の音、過去再生じゃあ最低回数だろうこれはいただきます。いただきます。飲みに行く、うまっ。あ、うまい、うまっ。うん、あ、ちゃんと酒だ、ちゃんと酒だわ。あの、ちゃん言いましたっけ、あ、はい、知らないっすよ。これが普段なんですか。これが普段もっと汚いっすよ。普段もっとえぐってますよ、それは。普段はもうこれでもかだいぶ良さない、だいぶ蝶ネクタイしませんか。普段はもっとえぐってるけど、もっとえぐっていいのじゃ、もっとえぐんだっていいよ。もっとえぐ、興味本位ならやめてよ。仲はいいんすか。仲悪かったというか、そのやっぱめちゃくちゃその仕事がもう減ってきてやばい状況の時に、ちょっとその仕事がやばい状況の時だったこそ、やっぱカップルとしてはその一緒にもうちょっとやっていこうっていうのを深めなきゃいけないとは思うんです。そんな時に恋愛としても無理ですって言われて別れましょうって言われた時に、そのはい、分かりました、じゃあ仕事としての仲間ですねっていきなり割り切れるわけは ないじゃんっていう感じでしたね。そのなんか唯一味方だった彼女も私のあなたのことは無理ですって切ってきたわけで、でも仕事はやりますよって言われてもおー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 と思ってねっていう流れがあって、なんかちょっと切り替えれない僕もいたと言いますか。普通結婚が前提で付き合ってる人に振られたらもう一回新しい恋見つけたりとか、ちょっと一回いろんな人と会いたいんですけど、もう次の日には振られた後に仕事をしなきゃいけないっていうね、彼女とね、元カノと仕事の話をしなきゃいけないっていう状況なんですよね。そこはやっぱいくらなんでも脳破壊しますよ。ちょっと時を経て結局なんかなんやかんやこう準優勝したことってまあ、奇跡とか言いますけど、やっぱりちゃんとなんか化学反応が起きて、いやそりゃそうよ、なんかできたことなんで、これは多分準優勝はもうそのまぐれとは思ってないですからね。まぐれでもあると思うんですけど、何かしらのなんか相性があったから言ったことであって、さすがにこれをもう解散した方がいいはなんかまあまあさすがに、うん、もうでも逆にその結果が先に出ちゃったんで、そっからお互いを知っていくって期間だったんで、そこはやっぱちょっと仲悪いじゃないですけど、まあ、お互いがちょっと許せない部分を言い合ってなんかずっとバチバチしてたっていう時期だと思いますね、うん、でもやっぱいろいろあって、やっぱお互いその最初はですけど、やっぱ付き合ってた時はやっぱこう下火になってた時も付き合ってた時だったんで、お互いがやっぱ、まあ、どんなことあってもなんか、ま、この日本中の人が俺たちを叩いても結局俺とアンゴラ村長は付き合ってたから、まあ、お互いが
唯一の味方というか、いやそうっすよ、そのカップルですから、うんうん、それはもうお互い好きだったらもういい、よくない世界中的に増してもっていう、でもお互いがなんか大丈夫だったら、うん、もうお互いが唯一の味方だったらいいなっていうのがあってたら、あなただけが味方だったら世界を敵に増してもいい、そう、はい、素敵なことやってたんですけど、その唯一の味方がブッシャンって来てるプシャーって切った後に、あんな素敵だったのに、プシャーって切った後になんかペタペタ塗り始めて、コンビは続けますよってその謎の薬を塗って、コンビは無理だよっていう薬塗ってきたけど、その薬が今じわじわ効いてきたっていう状態、うんうん、最初はその薬がやっぱジェネリックかかんなかったけど、ジェネリックなんかちょっとずっ、お安いです、効能は一緒だ、これぐー聞いてるけど聞かないですっていう状況が続いたんですけど、はいはい、それがじわじわそのじわーっと偉いもんでね、偉いもんで、まあ、まとめるとその、まあ、自業自得なんですけど、カップルもそうなんですけど、結局自分がたちが招いた種で、結局、うん、このコンビ組んでる今6年目か、このいろんな幸せプラス地獄の苦しみを味わって唯一その気持ちを知り合えるのはお互いこいつしかいないなっていうので、いやそう、いや、まあ、そうでしょうね、うん、でお互いもう俺もアンゴラもそうなんですけど、多分全員覚えてるよっていう、この全員お前ら覚えてるよと、今まで叩いてなんかこう振り回しやがってっていう、覚えてるよって気持ちが唯一俺たちをつなげてるとか、あ、そのネタを新たに頑張るとか、今後どうしていくか、この全てにおいてもうひっくり返してやるっていうな気持ちは一緒なのが、多分今コンビがうまくいってるとこなのかなっていう、うんうん、結局このなんかキングオブコントで準優勝した後になんかバカにされて本当に辛い思いしたやつをひっくり返されない限りは俺たちは多分解散はしないとは思いますよね、はい、その唯一の覚えてろっていう、もう解散したら負けじゃないですか、俺って負け、いや、ね、本当負け悔しいけどね、こんな謎のくさびつけられたけども、うん、覚えてろっていうだけで多分お互いがまあまあ今いい感じっていうのはなんなんですけど、うん、いやでもね、やっぱあいつかっこいいのが、まあ、中身言わなければ話せると思うんですけど、マネージャーとの僕らのなんかあのグループラインがあるんですけど、はい、また見たい一発屋芸人枠で仕事が呼ばれたんですよ。いろんな枠があったんですよ。そのなんか今人気の人たち、この新たに見たい人たち、いろんななんか枠があって、今あえてなんか今見たい一発屋芸人たちっていうのがあったっていうなんかとこにお仕事来ましたっていうなんか連絡来たんですよ。実は分かりましたっつって、多分俺の中じゃ多分この一発屋芸人枠に呼ばれたんだろうなって思ったんで、はいはい、まあそれは分かりましたって言ったんですけど、やっぱアンゴラはすごいよ、すいません、これ、ね、どの役に私たち呼ばれてますかっていうマネージャーに問いかけるんですよ、うん、そしたらすいませんと、一発屋芸人枠で呼ばれましたって言われたら、アンゴラがすいませんと、だとしたらあの断ってくださいです、その今回宣材写真を撮り直したのも一新して新たにこの何ともネタプラスこの捨てては新たにやっていくっていう流れで、一発屋芸人の枠にくくられたらちょっとプランが変わってくるよね、人と、はいはい、なるんで、正直まあ正直その枠で言われたら私は出たくないですって正直そのツイッター、あ、じゃあ LINE に言ったんですよ、はい、ちょっともう私そうやって今後そういう感じのくくり出たらちょっと出たくない、断ってほしいですっていうあの一言を言うっていうのは、これちょっと大事です、プライドじゃなくてね、大事です、ちょっとあいつかっけえなと思いましたね、ちょっと僕は、はい、それはね、
でもやっぱ難しいですね。ほんとやっぱ1個当てちゃうとね、1個当てるとそのキャラクターがね、ほんと出ちゃうから。似ちゃう。はい、やっぱ、だそれに抗ってるんだと思います、我々は。その、まあ、復讐が完了したら2人で。いや、そうっすね。うん。復讐が完了したら、もしかしたらシシクラを切って、ちゃんとアンゴラも飲んでくれる可能性ありますね、2人で。まあ、結局ね。復讐が完了してね、結局お前かいの意地にいると思うんだよ、うん、あの時いやばかったなっていう話できたらすごいですよね、うん、あの時そういえば俺と付き合ってたなっていうぐらいのね。希望としては何かニャンコスターに対して明るいことを、このオフでも明るいことを言ってたらいいなという希望はあります意外と酒飲むと熱い男になるんで頑張ります出す出す出す